こんばんは。2019年の1月の20日夜中の2時です。なんか変な時間に目覚めちゃいました。やることないんでまったり雑談したいと思います。腹減ったな。イカ娘さん、こんばんは。こんばんは。風船ありがとう。こんばんは。こんばんは、タカさん。
夜中配信やんの久々かもしんないな。久々だよね、多分ね。こんばんは、SP さん。こんばんは。髪の毛切ろうかな、そろそろ。
ドリコアット銀河さん、おはよう。おはよう、のんちゃん。おはよう。変な時間に起きちゃった。部屋大掃除したいな。のりこアット銀河さん、まだ荷物が届かなくてお留守番してます、うん、いいよいいよ、ゆっくりで。早く会いたいね。なんかクマが抜けないな最近。年かな。クマこんななかったよね昔ね。なんなんだろうこのクマ。クマが抜けない。年だな、もう若くないってことだな。のりこアット銀河さん、髪は抜けていくのにね。髪は抜けていくのにね。クマは抜けないね。悲しいね。うるせえ。お腹すいたな。なんか変な時間に起きちゃったな。やだな、なんか。嫌だな。腹減った。変な時間に起きちゃったよ。参ったな。どうするか。
とつまちでもやる、コラボ枠でもやる。またあ
タムタムさんはドツ。おお、タムタム、お疲れ。タムタムさん公開練習する？予定はね決まってないね。なんで？はっつう。タムタムさんを行って写真撮りたい。ああ、行って。公開練習。まあ予定全然決まってないんだよね。タムタムさん、うんうん。うん。もう退院したんだっけ？まだ入院してんだっけ？タムタムさんもう退院したよ。もう退院したか。そっかそっか。タムタムさんやっと自由の身わら。タムタムさんお世話なりました。とんでもない。タムタムさん望遠欲しいの？望遠欲しいね。めちゃくちゃ欲しいね、望遠は。でもレンズ単焦点か望遠かで迷ってるね。タムタムさん一重焦点。単焦点も 50mm 買うか、85 買うかみたいな。まあ、とにかく金がないね。タムタムさん、うんうん。タムタムはカメラレンズどんなの使ってんの？タムタムさんパナソニック。レンズレンズ。パナ使いなんだ。珍しいねパナ。レンズ望遠？何本ぐらい持ってんのレンズ？タムタムさん望遠だけど詳しくないわら。おお。ミリって何ミリって書いてある？28ミリとか何ミリってレンズに書いてあるじゃん。タムタムさん1本しかないわら。何ミリから何ミリって書いてあるはず。どうなんだろう。タムタムのレンズ結構望遠っぽいけどな。タムタムさん14-1400。すごいいいレンズだね。 こんなレンズでしょ。こんなレンズでしょ。14-1400。めちゃめちゃいいな。タムタムさん、うんうん、こんなんでしょ。こんなんでしょ。え、
すげえ多分高いレンズだと思うよそれ。え、一眼レフ、一眼レフでフルサイズ、ミラーレスじゃないでしょ、タムタム。めちゃめちゃいいの使ってんじゃん。フルサイズなのかな。いいなぁ。14mm から1400、すげえな。1400mm だったらまああんだけ寄れるよね、リングにね。それは羨ましいわ。万能機だね。だから広角レンズっていうか、広角気味にも使えるもんね、 14mm あれば。多分30万ぐらいするレンズじゃないのそれ。いいなぁ。ノリコアット銀河さんバズーカみたいなのですね。もうバズーカみたいな。タムタムさん14から140ミスタ訂正わら。140でも結構長いと思うよ。140でも結構長いと思う。1400っつったらもうありえないぐらい長いか。140か。でもまあ140寄れればな。タムタムさんバズーカのんちゃん爆笑。いやバズーカぐらいあるでしょ。だってこのサイズで24mm から70mm だよ。これよりちょい長いと思うよ。 14mm から140だからかなり優秀なレンズだと思う。長めだと思うよ。伸びるでしょ、にょーんって。いいなぁ。羨ましい。タムタムさん確かにピンキリだよ、セットで買ったからわら。中古？のんちゃんを写真撮りたいんだよな。タムタムさん中古ではないよ。新品で買ったんだ。50万ぐらいしなかった？総額。まあでもいい選択だな、レンズは。タムタムさんしないよ、15万ぐらい。ああ、じゃあフルサイズじゃないな。15万ぐらいか。フルサイズじゃないね。なるへそ。写真撮りたいね。
のりこアット銀河さん公へのことで頭がいっぱい。いいことじゃん。たくさん書こう。しょのんさんが絵を描いてるところを俺が動画撮りたいんだよね。シンクロしようよ。たくさんボド。はいよ。ボドだよ。タムタムさんいいねからのんちゃんの絵を見ててもイメージを覗き込みたい、うん、のりこアット銀河さん犬と猫のご飯買うどさくさに紛れて画材も買ってやった。いいじゃん、画材も買ってやったっていう言い方よ。お腹すいたな、なんか食べようかな。タムタムさん笑。腹減った。のりこアット銀河さん普段は通販すると怒られるからね。タムタムさんまだ食玩の飯。通販すると怒られるの。いやー変な時間に起きちゃったから、普段ほら走る前は食べないようにしてるんだよね。ただ走るのまだ早いからな、ちょっと困っちゃったよ。変な時間に起きちゃった。タムタムさんが、
しようかね。のりこアット銀河さん部屋にいるとインターホン聞こえなくて荷物の受け取りができなくて宅配の人に迷惑だからあまり通販してはいけないのです。そうなんだ、そういうシステムなんだ。のんちゃんと一緒に暮らしたいな。カメラ撮って。タムタムさん、足筋肉ついたん走り込むと。筋肉ついたよ。
れ？あ、面白い。へえ、面白い。レッドなんで入らないんだろうな。レッドが入らないのはなんでだ。カラーフィルター。これが原因かな。変数が。タムタムさん、何が？え、今面白いことやってんの。例えばなんだけどね、こうやって写真撮るじゃん。この色あるじゃん、この本の色。こういう風に赤いところだけ、赤い、あ、見えないか。赤いところだけ色がつくっていう設定があって、これ面白いなと思って。シャゴンさん、ばんは。こんばんは、バガ、ありがとう。今ね、赤いところだけ色がついてるんだけど、わかんねえかな、あれ。ピンとか合わないね。 赤だけ色がついてんの、これ面白いな。例えばこれわかるかな、ほら、わかる。ちょっとわかりづらいかな。これ面白いな。こういう映像、これ面白いな。これいい設定だな。遊び心がある写真が撮れる。これはいい設定だ。これは面白いぞ。これをみんなに見せたいけど見れないかな。ほら、白黒に一部分だけ赤になってんの。これで街で撮ったら面白そうだな。なんかタムタムさん、白黒はっきりしてるのに赤だけ際立つ設定。いや、赤だけしか色がつかない設定。
せたいんだけどね、携帯だと白黒の写真にタムタムさんを赤だけ色が乗るっていう設定、なかなか見づらいよね。あ、ダメだ、これ街中で赤だけ切り抜いたらすげえ面白い。例えば赤いバラだけ女の子が持ってて、女の子の色普通に白黒で撮って、画面光を抑えたら見えるんじゃ。画面光ってどうやって抑えるんだろう。待ってね、画面光、待ってね、再生、画面、間違えた、モニターの明るさ、これで大丈夫かな、これでどう。あ、こんな感じ、面白いでしょ。コカ・コーラの赤だけの部分がこう写真で切り取られてるの分かる。なんか女の子が赤い、そう、赤いバラを持ってたら女の子の赤いバラだけがくり抜ける。タムタムさん分かりるね、面白いよね。だからなんかこうマスクを切るのとかってめんどくさいじゃん、フォトショップとかで。それを自動でできるっていう、面白い。タムタムさんへから便利機能。まあおもちゃ機能だけどね。ローデータだといじれない機能だから。動画撮りたいな。寄せ見ての星さんちは。おお、こんにちは。
写真撮り行きて。写真楽しいよね。人を撮りたいな。たむたむはもうカメラ長いの？タムタムさん長いけど基本がダメバラ。タムタムさん自己流だからバラ。うん、俺も自己流だよ。また新しい本があった。最近勉強しまくってるね。カメラ系の本高いんだよね。タムタムさん、もうすごい。勉強してるよ。ただもう本高いけど、なんかネットの情報ってブログとかさ、プロの人でも間違った情報書いてんの。だんだんそれ見分けられるようになってきたよ。あ、この人分かってないなって。分かってないで結構間違ったことを伝えてる人結構いる、カメラ業界。びっくりする。タムタムさん、ふーん、そうなんだ。いや結構ね、上位の方に出てるトップ2ページ目とかの人でも全然間違ったこと書いてたりとかしてて、あれ笑うよ本当に。その特にあの S ログっていうさ、ラットの概念は間違えてる人めちゃくちゃ多い。タムタムさん、マジか、そんなに。あのね、最先端すぎて、そのなんつうんだろう、あのね、本とかに情報載ってないの。今その動画の方なんだけど、写真の方はそうでもないんだけど、そのアルファ7で動画を撮るのの、タムタムさん追いついていけないの。追いついてないっていうよりもね、本当その一部のプロが使い始めてて、今まさにもう最先端なの。ここ 2,3 年で生まれた文化だから、みんな分かってないし、本とか要はね、情報交換しまくってるって感じなの。一番熱いのが Facebook って言われてるぐらいだもん。だ本当に Apple の勉強会とか、あのダヴィンチの勉強会とかしっかり行かないと把握できないっていうレベルだから、間違った使い方してる人もめちゃくちゃ多い。 S ログっていう概念を理解してない人が多い。すごい。タムタムさん、 Facebook 編。そうそうそう、そのカメラ同好会みたいな Facebook ページとかが熱い。いやもうそこでみんな手探りで情報交換し合ってるみたいな状態。もう多分プロしか使ってないと思う、 S ログとかログデータ。多分ね、プロの人でも分かってない人多いと思う。映像やってる人でも本当にごく一部しか分かってないみたいな、そういう状態。でもだんだん使ってきて分かってきたかな、詳しくなってきた。結構ね、難しいんだよ、複雑なの。要は最先端のほら飯の種だからさ、みんなブログとかに書かない、食いっぱぐれるから。
千葉スタイルさん監督こんばんは。こんばんは。タムタムさんあり、シャワーと思ったら歯磨きで。うん。タムタムさんご飯は変な時間に起きて昼夜逆転やな。のりこアット銀河さんのんちゃんも今歯磨きしたところだよ。タムタムさんやっぱり同じヤンキー気が合うねはどうと。ああおっさんだな。シンクロしてるから飲んじゃんだ。例えばさっきのポートレートの表現だったらのりこに真っ赤な口紅塗ってもらうのよ。真っ赤な口紅と真っ赤なカラコンつけてもらう女の子に。で白黒なのに口と目だけが赤とかできるじゃん。でバラを持ってすごいかっこいい絵になると思う。印象的な、うん、機能でどう伝えるのかどう遊ぶのかだよね。後ろ見たよ。逆にブルーの設定もできるから口紅ブルーにして目カラコンブルーにしたら目と唇だけブルーになるとかもできるね。作りたいから作るんだよ。それをどうするとかじゃないよ。作りたいから作るんだよ。
ああそういうことか。映画祭にも出品するし、ロードショーもするよ。映画館で上映会もやるよ。いやいや、なんか目的っていうか、なんかどうすんの、そういう意味か。映画祭とかフィルム系のやつ出品はするよ。もちろんもちろん。手当たり次第出そうと思ってるね。絵描くの似てると思うよ。音楽作ったりとかとすごく似てると思う。でもなんか映像、特に映画はそうなんだけど、総合芸術だなって本当に思うかな。時間と空間と絵と、それから演技と光と音と音楽って、もう本当に、なんつうんだろう、ものすごく複雑すぎて一人じゃ撮れないのね。そう、それがすごく難しいっていうか、逆にそのどっち側にも寄せられるじゃん。例えば昔の映画だったら音はなかったわけだし、音楽もなかったわけじゃん。むしろ色すらなかったじゃん。白黒の映画で無音から始まってる文化だから、別に今それをやってもいいし、どん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 進化していって、本当にとんでもないもんだと、とんでもないもんに手出してしまったなと思って、ちょっと舐めてたなと思ってるね。その動画の感覚で映画を撮るって言っちゃってたっていうのはちょっと恥ずかしいなと思ってるかな。特にその、まあさっき入れ忘れたけど、総合芸術、ストーリーも書くわけだから、その小説家の能力も必要なわけじゃん、脚本家は。本当にすごく難しい。自分が持ってる力をそのまんま出ちゃうから、もしくはスタッフ、仲間たちの技術っていうのは、だからどれだけ人を集められるかっていう、技術を持ってる人っていうのがすごく一番必要な能力かもしれないね、映画を作る上で。どれだけ能力を持ってる仲間を集められるのかっていうのはすごく重要なスキルだと思う。で、その絵と違うのは、その現実をどう切り取るのかっていう部分。そのキャンパス、真っ白いキャンパスにさ、脳のイメージをこう描いていく。写実じゃない場合はそうじゃん。なんて言うんだろう、こう頭の中のイメージを描いていくと思うんだけど、そういう撮り方もできるし。自分の考えを伝えるっていうことの難しさっていうのがすごく、その大変だっていうことに気がついて、多分ね、俺はそれが向いてないっていうか、その、それが下手な人なんだよね。だからもうありのまま、自分が気に入ってるものとか、自分が綺麗だとか汚いとか思うものを極端に出していって、もう受け手に感じてもらおうと思ってるかな。本当に自分がいいと思うものを直感に頼って撮っていった方が多分いいものができると。おうスタイルは好き。おうスタイルは好き。花火ありがとう。どういうこと。おうスタイルは好き。いや、その言葉で表現することが難しかったんだけど、最近その芸術の概念でブリコラージュっていうそのスタイルがあって、俺がやりたいことはレゴなんだよね、結局。ゼロから脚本を書いて、一から組み上げていく設計図があるものっていうのは普通の作り方なのね。要は絵で言ったら下絵を描いてっていう。でブリコラージュっていうのは何なのかっていうと、
例えば今空き缶があります、ガムテープがあります、カメラがあります。じゃあガムテープと缶とカメラで何かを表現しようっていう、その作り方、要は即興芸に近いのね。それがブリコラージュっていうその作り方で、逆に設計図を元に何かを作るんじゃなくて、今持ってるもので即興で何か必要なものを作るっていう、その芸術のことをブリコラージュっていうのね。例えばそれで家を建てる人もいるし、拾ってきた石だけで家を建てる人とかっているの。例えば歯切れを集めて、あのパッチワークだけで服を作る人もいるのね。で、その昔からそういうものは得意なのよ。その持ってるもので何かを表現するっていう。だからレゴってさ、パーツはもう決められてるけど、そのパーツを組んでいって、あるパーツでしか物事を組み込めないじゃん。だから俺はレゴっていう表現をしてるんだけど、まあブリコラージュって言っても伝わりづらいから、そうそう、イメージしやすいのはレゴで何かを作るっていう、そういう感覚かな。要は 人もパーツだから、俺っていうパーツ、みんなっていうパーツ、それらで何が表現できるのかっていう勝負だと思ってる俺は、そうそうそう、大きい変なパーツ、綺麗なパーツ、くすんだパーツ、鮮やかなパーツ、それらをパーツを組み合わせて、その今を表現するっていうか。だから極端な話、そのなんだろう、もう映画ってさ、その明確なメッセージを伝えようとすればするほど分かりやすくなっていくもんなのよ。それが俺は今のテレビとかだと思っていて、分かりやすく分かりやすくって、分かりづらくてもいいじゃないかっていうふうに思っていて、美しいものは美しいし、ごちゃごちゃしててもいいんじゃないっていう、なんか、そんな感覚かな今は。例えばそこに俺はストーリーが、極端な話、ストーリーがなくてもいいと思ってるのね。極端な話だよ。まあだけどその、まあこの配信もそうだよね。でもね、そのカメラをやるとやっぱりって思うことがあるの。みんなさ、写真、プロの写真家が撮った写真って綺麗だなって思うわけじゃん。現実より綺麗だなって思わない？プロの写真家の人が撮った写真とか、グラビアとか風景とか、すごい綺麗って言うじゃん。あれ嘘なんだよ。これどういうことかっていうと、人間の目ってカメラをはるかに凌駕するぐらいの超高性能の、人間の目って、よくさ 4K とかさ 8K とか今流行ってるけど、なんだっけな、とんでもないんだよ。嘘っていうのはどういうことかっていうと、人間の目で見たものの方が絶対に綺麗なはずなの、理論上。オートフォーカス、走ってる時でも画像が、脳が補正をかけてブレない。で、その暗いところでも勝手に目が慣れて1分後には見えるようになるでしょ。とんでもない性能を持ってるの。だから本当のことを言ったら、カメラでシャッターを切るよりもみんなの目で見てる方が綺麗なはずなね。だからこれは何を、嘘っていうのは何を言いたいかっていうと、画質が荒くてもこう綺麗に見せることができる。いや、作り込みなんだよ。そのさっき言ったドットの小さな点をどういう風に、例えばさ、俺の顔ってさ、ここにシワが、ほうれい線がもう年だから入ってクマがあるわけじゃん。でしょ？現実で見たらおっさんなわけよ。だけどそれをこう光の陰影でこうやって飛ばすと、
その印象的になったりするわけじゃん。これのセンスなんだよ。本当は目で見た方がいい。だけどこの粗いドット、要は性能の低い嘘の中で どういう虚像をどういう風に限られた中でやるの、そうそうそう、極端な話ね。だ嘘、そういう意味で嘘、だから現実世界にない綺麗なものを見せてるわけ。だから非現実性を求めてる人間は、見たことないものを見たいっていうのが俺は人間の欲求だと思ってて、そう、映画とかもそうでしょ。見たことないものを見たいわけじゃん、知らないものを知りたいわけじゃん。そこが最大のテーマかな。見たことあるものはいらない。ライトの具合だけじゃないんだけどね、本当のことを言うと、要はどうごまかすのかっていうのかな、どう整えるのかっていうか、光と影の話ではなくて、目で見た方が、目で見たら汚いものも見えるわけだ、例えばその今さ、こうやって配信しても何にも感じないでしょ。黒いベッドのシーツしかないけど、こうやって寄ってみるとゴミがあるわけじゃん、汚いでしょ。汚いものをこうやってやったら、でも目で見たらさ、遠くてもホコリとかゴミとか、その釈迦の餌がさ、こうやって見えるわけじゃん。こういうことを言いたいのよ。そう、要は女優さんに光を当ててシミシワそばかすを飛ばして現実にないものを見せてるわけでしょ。引いたり寄ったり光を当てたり、ファンデーション塗って、ファ、お化粧もそういうものだと思ってるし、それの集大成っていうのかな。だから虚像なんだよね実は、写真もそうだし、でも不思議とその人の手が加わってごまかしてるものの方が綺麗に見えるって、すごく不思議だよね。配信者がリアドすると意外とブスだったりするじゃん。そういうこと、あれ可愛くねえぞっていうね。そう、おやすみのんちゃん、ゆっくり寝てね、おやすみ。いや参ったな、変な時間に起きちゃったな。まあ、あくまで俺の考え方だよ。いやそうじゃないっていう、そのなんか芸術の面白いところって、その哲学みたいなもんでさ、撮る人によってその価値観も変わるし考え方も変わるし、自分が正しいと思う撮り方とかさ、自分が正しいと思う見方をすればいいわけじゃん。俺が今感じてることを言ってるだけで、実はそれって3年後に変わってるかもしんないし、何が正しいっていうものはないんだよね。何が正しいっていうものはなくて、正しいか正しくないかじゃなくて、その自分が納得できるものを取れるか取れないかなのかなっていう、そういうふうに俺は思うかな。
もう究極の自己満の世界っていうか、自己満足をどこまでできるのかっていうことをどれだけ続けられるのかっていう世界、正解なんてものは多分ない、おそらく。正解があるんだったら、いや究極の自己満だと思う、本当に。だけど そうは言ってもすごく面白いものが、美しいって思うものって実はあるんだよね。多くの人が美しいって思うものはあるんだよ。だからそこがその面白いところで、やっぱりそのセンス、審美眼がある人が撮った写真とか、そのなんていうのかな、やっぱそのプロですごい人が撮る写真の中にはやっぱりそういうものがあるんだよね。自由に撮っていいんだと言っても、その中に個性があったりとか、その中に自分のカラーがあったりとか、その中にその人を引きつけるその魅力があるっていうか、うん、その魂みたいなものってさ、俺は写真って世界をどう切り取るのかっていう、光を集める装置だと思ってるのね。世界をどういう風に切り取るのかだと思っていて、でなんて言えばいいのかな、面白い、やっぱり。だから僕はこういう風に世界を見てますよっていうのを表現するための装置なんだと思う、多分。自分がどういう風に世界が見えてるのかを人に伝えるための装置というか、多分ね、人間のその脳の構造的に考えると同じ世界に生きてないんだよね、俺らは。同じものを見てるようで実は全く違うものを見てる。シャッターはね、家帰ってみてモニターで見てみて初めて、あ、自分がいいと思ってたのが実はそうじゃなかったりとかもするし、難しいよ。まあ、一番わかりやすい、例えば目がいい人と目が悪い人の話だと思ってて、目が悪い人はぼやけて見えてるわけじゃん、遠くのものが見えない、目のいい人は遠くのものが見えるとかさ、っていうことは同じ世界を生きてても実はそのなんていうのかな、全く別のものを見てるんだよね、全く同じように見えても。極端な例、ね、例えば目の青い外人さんと俺ら目の黒い日本人は多分色の見え方は違ってるだろうし、だから実はその好きな色とかがバラバラとかなのって多分そういうことなんだと思うんだよ。ただ生まれた時からその名前がついたり記号がついたりしてるから共通認識ができるだけで、例えば世の中にはさ、三原色じゃなくて四原色の世界で生きてる人がいるの。4原色の人の世界っていうのは俺ら3原色の世界で生きてる人とは全く別の色を見えてるんだよね。だから
その俺らは同じ世界で同じものを感じてるようで全く別のものを見てるっていう、そういうものだと思う俺は。いや多分その自分が感じてる世界とかを知ってもらいたいんだと思うんだよね。なんかあとそのうーん商業的な撮り方がやっぱりすげえ面白くないと思ってて、いかにそのフラットに撮るかって、白飛びしたらダメだ、黒飛び黒つぶれはダメだとかあるわけじゃん。そのなんて言うんだろう、そのいろいろと商業的になってくると、俺は白飛びなんかプロの写真家とかもバンバンに白飛びしてる写真とかの方がかっこいいと思うし、黒つぶれしてる写真別にいいじゃんって思うの。なんかくっそ面白くもないようなフラットな写真なんてそんなオートで撮れよっていう、っていうか他に撮れるやついっぱいいるんだから他に頼めよっていう、俺にしか撮れないものを俺は撮りたいのであって、そのためにその映像をやってて、そうそのもちろんそのフラットに撮ることとか美しくフラットに撮ることって技術なんだけど、あんまりそこにグッと来ないんだよね。なぜだかは分かんないけど、すごい不思議。だからもう本当それが究極の自己満だと思ってて、なんか俺はね女の人例えばの話なんだけど、女の人のシミとかシワとかをくっきり写したい人の、誰も撮らないからなんかそのそういう一例ね。もちろん女の人だったらシミシワを飛ばしてほしい、フォトショップでレタッチしてほしいって思うかもしれないけど、そんなつまらないものないでしょ。そう美しいシワだってあると思うんだよ。と俺は思うんだよね。そうそうそう、うん、逆にその そっちの方が素敵だって思うような撮り方をしたいっていう。だから長所は欠点でもあるし、欠点は長所でもあるしみたいな、コントラストだと思ってるの。その悪いところといいところをこう強調して撮るっていうか、で面白いのがさ、全く同じカメラ全く同じ機材用意して、全く同じ被写体モデルさんを用意して、じゃあ撮ってみましょう、全く同条件で多分全然違う写真になる、全く違うものになる。それをね一回ねやりたいんだよね。あの全く同じ機材、全く同じ被写体、全く同じ条件、さあどれくらい変わるのか。それはどっちが優れているっていう話ではなくて、あのどう変わるのか、それこそがカメラマンの個性だと思ってるの。正解はないんだけど、
そのそれが俺はつまりフラットに撮るっていうことってどういうことなのかっていうと、その綺麗に撮るってどういうことなのかっていうと、俺からすると個性がないように見えるの。そう、個性を殺してるものじゃん。そう、それがすごい嫌なんだよね。落書きでもいいから個性を出したいっていう。難しいよね。あ、はじめまして、和道と申します。よろしくお願いします。そうで、なんだろう、スノーとかってさ、あのまさにその女子高生のプリクラとか見るとわかるけどさ、個性を消していってるじゃん。 あれって怖いことだなってすごく思うんだよね。全部みんな同じ顔、みんなそのなんだろう、ステレオタイプな可愛いを求めてると思ってて、そうフラット化していってるというか、その人その人なりの綺麗さ美しさってあると思うんだよね。そのなんだろう、太ってるって悪いことだって一概に思ってる人多いじゃん。でも俺はそんなことなくて、太っててもかっこいいやつはかっこいいし、ガリガリでもかっこいいやつはかっこいいしって俺は思うの。腹が出ててもかっこいいやつはかっこいいっていうか、ハゲててもかっこいいやつはかっこいいって。で、かっこ悪いやつは何やってもかっこ悪いんだよ。だからその個性をどう出すのかってすごく大事なことだと思うんだよね。その人なりのいいところとか、その人なりのかっこいいところ、かわいいところ、綺麗なところ絶対あるはずなんだよね。正解はないけどね、美しいものはあるって。法則はないけど、TikTok あんま興味ないかな。あんまり興味ないね。なんかあれがなんかアートとかみたいなもの感じないんだよね。なんか遊び
とかのカルチャーの文化だとは思うんだけど、なんかそのオリジナリティがあるかって言ったらないじゃん、あれって。なんか面白くないんだよね。それこそなんかプリクラに似てるなと思うね、TikTok。もちろん TikTok を開発した人とかすごいと思うし、若い子が遊んでて楽しそうだなっていうのはあるんだけど、なんかその表現とはまた別だと思ってて、あくまでやりたいのは表現だから、そう、あんまり興味ないかな。個性を出したいんだよね、すごく。なんかその誰かがやって同じものができるんだったら誰かがやればいいと思ってるの。そう、自分にしかできないことをやるべきだと思ってて、少なくとも俺は、俺自身は俺にしかできないことをやるべきだと思ってて、コンビニのアルバイトとかって俺じゃなくてもできるわけじゃん。外国人でもできるし、下手したらコンピューターでもできるから、じゃあコンピューターにやらせればいいと思ってるし、外人にやってもらえばいいと思ってて、自分にしかできないことをやりたいんだよね。一回しかないから。いいね、ありがとうございます。そう、そこはなんかこだわりかな。どんなにそのかっこ悪いっていう評価を受けたとしても、自分が楽しめているのであれば、あの後悔はないから、もうなんだろう、哲学の領域だよね。自己追求というか、自分をどれだけ満たせるのかっていう世界だと思ってる。共感よりも自己満足。共感を求めていくと、なんだろう、そのなんだろう、嫌われたくないっていう欲求が働いていくわけじゃん。嫌われないように、嫌われないようにっていう。そんなのには全然かっこよさを見出せなくて、嫌われてもいいから強烈な個性をっていう、誰にもできないことをやるっていう、そういう感覚はあるかもね。自分の求めるかっこよさが手に入るのであれば、別になんか他のことは犠牲にしていいのかなっていう。最後死ぬ時にさ、後悔したくないじゃん。だからサイコパスだって言われるんだろうけど、なんかこう自分のことも満たせないやつが他人を満たすことなんてできないと思ってるから、なんか自分をとことん満たして溢れた分配ればいいんじゃないぐらいにしか思ってないね。人のために配って配って生きると枯渇していくような気がするんだよね。なんかエゴイスティックに生きていいんじゃないかなと。わがままでいいじゃないっていう。
あくびはね映るんだよ。あの音の周波数で映るっていうのはもう実験の成果で出てて、電話とかでもあくび映るのはね、あくびの音の周波数が聞き手の脳に作用して映るの、うん、あくびは映る。何の名残なんだろうね、集団行動をやってきたっていうことの名残なんだろうな。人間がずっと集団で生きてきた名残なんだろうね。周りが眠くなると自分も眠くなるっていう、面白いよね。へえそうなんだ。へえ面白い。これね、猫の生き方ってすごいと思ってて、猫ってさ、あの人間に可愛がられるためだけの進化を行ってると、俺のこれ持論なんだけど、あの可愛さとかってすごくない？もう人間にご飯を食べさせてもらうっていう俺らは可愛さだけで進化するって多分腹くくったんだと思うんだよね、うん、これしかないにゃーっつって。紐なんだよね猫って。可愛くない猫を見たことがない。あれはすごい生き物だよな。でもね、百獣の同じ猫科なのにね、百獣の王様がライオンだもんね。ああそうなんだ。もともとはどう思うなんだろうな。いや猫はすごいなと思う。今日本屋さん、よく最近本屋うろうろしてて、カメラの写真集とかもよく見たりとか、でもうこれはもうテキストとして買おうと思ったら高いけど買うんだけど、映像の本とかって3000円とか当たり前なんだよ。2000円3000円4000円とかだから、すごい吟味して買うんだけど、今日も自分のカメラのやっぱりそのピントが甘いのが気になったから、もう一回ちゃんと勉強しようと思って、あの基礎をちゃんと身につけないとと思ってカメラのその本買ったんだけど、あの面白い写真集を出してて、小説のこういう文庫本なのよ見た目は。だけどフルカラーで、あの部屋の写真なの。東京スタイルっていう本で、すごく良かった。1500円、こういう文庫本で1500円だったんだけど、欲しかったんだけど、ちょっとこれ優先順位低いなと思って。すげえいい。なんか東京に住んでる、だから 人じゃないの、部屋をずっと撮ってるの全ページで。東京の狭いさ部屋にレコード積んでたりとか、本棚ガチャガチャにしてたりとか、俺の部屋の秘密基地みたいな感じで、いろんな個性があるんだよ部屋の中に。そう、一つ一つの部屋に、多分高円寺とか吉祥寺に住んでるんだろうなとか、そのすごくいいの、畳とかさ、そのなんていうの、ぐちゃ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 した部屋ばっかり撮ってて、それすごく良かった。あー知ってる、東京スタイルっていう本すごく良かったよ。あれ欲しかったね。東京、あのねローマ字だったね、東京スタイルっていう、あれは欲しかったね。いろんな写真出してる人なんだけど、俺もいつか出したいな、こういう文庫本サイズで。なんかリスナーさんにこうやって、でドラマが浮かんでくるんだよね、この人女の人かな男の人かなとか、なんかノスタルジックなんだよすごく。よかった、あの本はいつか欲しいな。そう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 、なんかやっぱりストーリーもないわけじゃん、ドラマもないわけじゃん、ただ部屋撮ってるだけなんだよ。だけどそこには間違いなく響くものがあるんだよね。そうだから、なんかそのさっき言った映画の中でそのセオリーとかなんかそういうものも必要なんだろうけど、そうじゃなくてブリコラージュでいいじゃんっていうのはそういうところなんだよね。やっぱ俺がいいって思うものがやっぱそういうものだったりするから、
なんか本当にだから30分間部屋のスライドショーとかでもありだなとか思ったもんね。なんでもありなんだよね。ただもちろんそこはただ適当にやるんじゃなくて、自分がいい最高にいいんだっていうものをやりきらないと全く意味がないけどね。俺はこれが楽しいんだって思ったら、多分共感してくれる人がいたらすごく響くだろうし、なんか最高に自分たちが楽しめるものを作れるチームを作りたいね。自分たちの映画を作るチームはこのメンバーじゃないと俺らは表現できないんだっていう最高の仲間たちを集めていきたいかな。今後作っていく、これが生きがいだって、この映画を作るのためにこうやってきてるっていう、そういう感覚で取り組めたら最高だなと思ってるね。素人でもいいから、やっぱこうここで生きているのが、自分が生きている実感が一番あるっていう人たちと一緒にやっていきたい。そうね、うん、まあ本来ね、そういうものが働くっていうことだと思ってるから、まあ大変っていうか楽しみたいよね、本当に心の底から。すげえ楽しみたいね。どこまでできるんだろう。いい人と出会うといいな。楽しみだね。どんな人たちと出会うかね、これから。なんか朝から晩まで映画の話ができる仲間がいたら最高だな。どういうの作ろうとか、どういうシーン入れたいとか、あそこのシーンもうちょっと変えたいとかさ、みんなで作りたいな。朝から晩まで、
なんだろうね。俺はなんかその配信好きなんだけど、配信の関係よりもやっぱりそのリアルで関わらないと、その温度っていうのかな、体感とか温度ってやっぱ全然、やっぱね、配信って嘘なんだよね。あの全然俺のことを知ってるようで俺のことを知らないし、俺はリスナーさんのこと知ってるようでやっぱ知らないし、やっぱね、生で会わないとダメなんだよね。俺生派だね。生が一番いい。なんか結構その近いようで、実は配信ってすごく遠いものでもあるんじゃないのかな。なんかだから俺は配信にのめり込んじゃう人とかってあんまり良くないなと思うんだよね。配信が全てみたいになったりとか、そのなんだろう、すごいフェイクだと思ってて、配信自体がフェイクな仲間、フェイクな家族、そのごっこっていうのかな、なんかそこにこう陶酔していく感じな人は俺は苦手かもしれないね。すごく苦手。捨て頃自信ありますかっていうかね、今日ね、みやびがヘラヘラして、なんか俺の前に現れてすげえ殺意湧いたよね。なんか酒飲んでヘラヘラ話しかけてきて、いやお前と慣れ合うつもりないからっつって、すげえムカついた。配信外だったんだけど、そう、会いたくないね、試合までね。何のための捨て頃なのかよくわかんないよね。ちょっとムカついた今日は。相手をぶっ倒すために練習してるわけだからね。まあでもボクシングの練習の後に酒飲むのはやめた方がいいと思うけどね。いや、そういうさ、その試合油断させる作戦とかさ、例えばそのカズーンさんとか海宝とかさ、俺の身近な人とかにさ、その俺のこと応援してくれよとかさ、そういうなんつうんだろう、競技で正々堂々白黒つけるとかじゃないじゃん。なんかそういうのって俺かっこ悪いんだよね、すげえ。それってなんだろう、スポーツと関係のないところじゃん。嫌だね俺は。そのそういう姑息っていうのかな、なんか なんて言ったらいいんだろう、まあまあちょっとイライラする、ね、見てなかったけどっていうか、だって配信外でやられたの。約1名って誰、誰だろう、約1名。練習してない人いんのかな。誰かと飲んでたら一瞬見たけど嫌いだから見ない。ああ。まあていうか別に酒飲もうが何しようが構わないんだけど、その対戦相手によく面出せるなと思って。その神経が分かんないね。ヘラ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 。俺ら行くんないじゃん。なんだよ、6月に頑張ればいいんだよとか言って。あー、辰彦か。辰彦は今あの奥さんとさ別れて、子供生まれて奥さんと別れてって言って、自暴自棄になってるんじゃないかな。でもそれでダメだったらその程度の男なんでしょ。それで気合い入れて取り戻すんだってやってたらリスナーもついてくるだろうしね、新しい出会いもあるだろうし、そんなんで腐ったらダメだよ。俺は辰彦信じてるよ。腐ったらダメだよ、どんなに辛くても。
あいつらしくない。弱くたっていいじゃん、惨めだっていいじゃん、腐ったらダメだよ。少なくとも応援してもらおうっていう姿勢ではないよな。腐るんなら一人でやれって感じだよね。世の中の半分は女だからね。男もいけるんなら全人類ターゲットだよ。どうかな。人数じゃないよ。ズーに行く。おやすみ。人数よりも思いの深さだと思うよ。もちろん人数は大事なことだけど、配信者だから数追いかけるのはもう疲れたね。全く10人でもいい、楽しかったら10人でもいい、5人でもいい、3人でもいい、極端に言ったら1人でもいい、楽しめてるかだと思うよ。100人いてつまんないってなったらね、無駄だしさ。
数字を追いかけてるほどつまんないものないよ。追いかけてたけどね。昔は。でも最近はなんか量の数を増やす、人数を増やすっていうことよりもどれだけ密にコミュニケーション取れるかだと思ってて、それができてればいいかなっていう。心通わない100万人よりもね、一人とね楽しんだ方がいいでしょう。もちろんね、1万人と密に過ごせれば最高なんだろうけど、ちょっと数を追いかけるのは間違えてたなと思って、数だけじゃないぞっていう。まああとその配信者、まあ表現者なわけだから、なんていうのかな、あの俺は選べないからね、俺のことを選んでもらう立場だから、やっぱり今来てるもらってる人に対してどれだけ表現できるのかに集中するべきだし、うん、俺はプロ配信家はね名乗ってない。もう最近ね言うのやめたの、俺はプロだって配信のってダサかったなと思って。そうお金追いかけてますって言ってんのと一緒じゃん。でもう正直生活費とかも苦しいんだけど、もう金のことはいいやと思って、ろくでなしで行こうと思って、もともとそうだった方が楽しかったし、もともとその食えたらいいなっていうね思ってて食わしてもらったけど、でもやっぱり不純物なんだよね、お金追っかけるっていうのは。そうあくまでチップじゃん、あくまでリスナーさんのご好意だから、自分からねだるもんでもないし、自分から偉そうにプロだっていうもんでもねえなっていう。あそれはちょっと反省してるかな。ありがたく頂戴はするけど、くれくれっていうのはダメだよね。進化なんかしないよ、ずっと昔から変わんない。磨いてはいくけど進化はするつもりないよ。恋キングだから、恋キングの前にいる人と関わっていくだけだよ。俺は悪いやつだよ、いいやつではないよ。ただなんだろう、手の中にポケットに何かを隠したりとか、手のひら握って何か隠し持ったりとか、そういうのはしないかな。間違ったりとか悪いことばっかりだけど、まあなんだろう、なるだけ全部見せようとは思ってるはいるけどね。まあ誤解もされるけどさ、なるべくありのままを見てもらおうとは心がけてるかな。それはずっと変わってないかな、配信やるとき。いつも言ってるんだけど、本来はあのリスナーさんと対話をするっていうよりは、どちらかっていうと覗き込まれてるっていうか、俺本当はセックスもうんこもお風呂も全部見てもらいたい人の、俺の人生そのものを。でその中で何かを感じ取ってもらいたい、俯瞰して神様の目線でずっと見てもらいたいの。そう何にも持ってないやつがどうなるのかっていうのを観察するためのカメラとして、監視カメラみたいなのが理想なんだよね。だから本当の本当理想を言うと、自分で配信をつけるんじゃなくて24時間ずっと誰かにカメラ持ってもらうか、ずっと追いかけてもらいたいんだよね。そうだって人間生きててさ、なんかイエス・キリストみたいにさ、いいことしかしなくてみんなのためにしか生きなくて、そんな嘘だと思うもん俺。本当にそういう人はいるのかもしれないけど、少なくとも俺はそんな生き方なんてできないし、間違えることもあれば後悔することもあったりとか、後悔はなるべくしたくないけど、
しないようにしないように努力してるけど、そういうのが理想かな。なんかこう、なんだろう、向き合うとやっぱり綺麗に見せようとかしちゃうから、なるべくありのままで、その感じたこととか、嫌われてもいいからありのままでみんなにぶつかっていくべきだと思ってるかな。ダサくてもいいからダサいのをそのまま表現するっていうか、そう、なるべくフラットに、そういう感じかな。別にかっこ悪くてもハゲててもモテなくても貧乏でもいいじゃん。なんかそういうものであったらいいよ。記録だよね、記録。そういうものが理想かな。極端な話、もう喋らなくていいやと思ってて、喋りたい時は喋ればいいし、喋りたくない時はここで本読んでればいいんだよね、動画見てればいいんだよね。まあまあ他の人が綺麗に見せようと思ってるのはいいんだけど、別になんか作ってもしょうがないなっていう、年齢的なのかな。昔は綺麗に見せたいとかよく見せたいと思ったけど、綺麗に見せてもよく見せてもボロが出るだけなんだよね。虚像じゃんそれって。だから減らんなくなったし、ありのままを晒すようになったからは、まあ、叩かれたりはするけど、でもその応援してくれる人もいるから、だから応援してくれる人を大事にしようと思ってるから、なるべくフラットに、なるべくありのまま、なるべく正直、正直っていうのはあれかもしれない、誠実にっていうのか、誠実にクズでありたいね、そのまんまクズでいたいっていうか、これだってあんまり会ったことないもんな、なんか完璧な人間って。なんで完璧を求めるんだろうね人は。よくわかんない。お腹が空いたな。見とれてるわけじゃないでしょ。なんで見てるのか知らないよ。だって千葉スタイルさんが、俺はどこの誰で、男性で女性で、20代なのか30代なのかもわからない、働いてるのか働いてないのかもわからない、何をしてる人かもわからない、イケメンなのかブサイクなのかもわかんない、美人なのかブスなのかもわかんない、ここに113人本当にいるかどうかも確認しようがないわけよ。
だからその見てくれてる人がどんな人なのかって、俺そのリアトツ旅とかやって、あ本当にいるんだって思った。300人あったんだけど1万人会いたいって言ってて、もうそれは申し訳ないんだけど途中で諦めちゃったのは。300人あったのね結局。あ本当にいるんだと思って、そうそう、それにびっくりしたよね。でいろんな人がいて、いろんな生き方があって、いろんな考え方で、もう本当にバラバラで、年齢も性別も何もかも、そうすごい面白かったね。いろんな人がいる。金持ちもいれば貧乏人もいれば、本当に面白い。だからなんで見られてるのかって考えてもしょうがないから、まあ俺のことを憎い人もいれば嫌いな人もいれば好きな人もいれば嫌いな人もいる、いろんな人がいるだけだから、そう俺は本当にここに114人いるのかもわからないし、どう思うかって言われてもね、どうも思わない。まあ、少なくともそのコメント書いて話しかけてくれる人は、あ本当に一人いるんだなっていう、そういう感覚かな。あんまりそのだからさっきも言ったけど、数字が伸びていくことにあんまり関心がないのよ。なんか水増しツールとかもニコ生の頃から腐るほど見てきたし、いくらでもネットの世界なんかごまかそうと思ったらごまかせるから、うん、あくまでそのなんだろう、視覚化とかなんていうのかな、体感できるものにしか興味が湧かない、うん、だって関わらなかったら生きてんだか死んでんだか分かんないのってイコールシュレディンガーの猫だよ。だからシュレディンガーの猫ですよ。ネット上にある虚像だよ。現象だよね。まあ俺には何の影響もないでしょ。どうも思わない。まあ、だからあでもなんか嬉しかったのが、新宿の駅前にすげえ大型トラックのうんちゃんが、昼間なんだけどコンビニ、あのほらコンビニなんか買い出し行くわっつって放送放置してさ、パーって買い出し行くことたまにあるじゃん俺。で飯買いに行った時にパッパーってトラック、でっかいトラックがパッパーってクラクション鳴らして、うっせえなーと思ったら、わどーってガーって開いて、おっちゃんだったんだけど、多分長距離ドライバーなんだけど、俺リスナーだよーって言って、いつもロムって聞いてるよーって言って、ブーンって言った時に、あーって思ったね。嬉しいなーって。多分今もね、運転しながらドライバーの人が聞いてるかもしれないしね、それは分からないけど、誰かの楽しみになっていたらね、幸せだしね。でもそれはドライバーさんがね、偶然出会って偶然声をかけてくれたから実感があるわけで、やっぱり実感って湧きづらいよ。実感は湧きづらい。あでもね、一回面白かったのが、テルと沖縄旅行った時なんだけど、配信レッドロブスター食った後になんかテルと二人で歩いてたら、すごい綺麗な二人組の女の人が声かけてきてくれて、和道さんって言って、ですごい綺麗な女性だったから、ああテルチャンピンのリスナーだと思って、で声かけやすいから多分俺の方に声かけたんだと思って、あテルねっつって、テル紹介
テルだよっつったら、あテルさんどうもって言って、でまあテルの色恋リスナーなんだろうなと思って喋ってたら、なんかそう綺麗な女の人がロハコさんの回がとか浅井さんがとかあれと思って、あのよくよく聞いたら和道リスナーだったの嘘だろって思ったよね。沖縄のさ可愛らしい綺麗な女性がさ浅井さんとかロハコさんがとか言って、もうこってこての和道リスナーの、あれは面白かったな、ちょっとね、テルリスナーじゃなかったんだ。わかんないよ、だから。あとのんちゃんと高円寺歩いてたらすごい綺麗な女の人に、のんちゃん和道さんって言って声かけてくれて、のんちゃんと二人でその人がいなくなった時、あんな綺麗なリスナーさんいるんだなっつって、あっつってのんちゃんも不思議だって言ってた意外と女性とかも見てるんじゃないの、ロムって。まあ、とんでもないブスもいるしな、解放みたいなな化け物みたいな、もうとんでもないブスもいるしな。いやーね、見てるんだなって、まあ、何で見てるのかは分かんないけど、どんな感情でどんな思いで見てる化け物もいっぱいいるよ9割化け物でしょ。ていうかまあおっさんが多いよな、ほとんど6割ぐらいおっさんで、まあ少しじゃないの女性とかも。まあでもね、配信者がオフパコとかするの分かるもんね。なんか綺麗な人がいるんだよ、やっぱ100人集まってさ、冷静に考えて100人集まってさ、100人の中に美人が一人もいないなんてありえないじゃん。例えば100人ってどういう人数かっつったら、学年一学年行くか行かないかぐらいの人数でしょ。200人だったら確実に一学年じゃん。学校一学年集まったらイケメン一人ぐらいいるし、美女も一人ぐらいいるじゃん。まあ、とんでもないブスもいるだろうけど、それはね、そんなお姉ちゃんから声かけて若い男だったらね、パコるでしょ。と思うよ。普通だよ。腹減ったな。でも今食ったら朝走るときにあれだよな。ペコ泣いてるの。
おお、お疲れ様です。蒼さん、ありがとう。花火。ありがとうございます。いいね。カセットテープ。いいね。ありがとう。お疲れっす。よくよく考えると不思議だよな。見ず知らずの人に1000円くれるんだもんな。よくよく考えたら変な生き方だよな。会ったことない人に1000円くれるんだもんね。意味わかんないよね。 ありがとう。 変なの。すごいね、テレコンバーターっていう装置もあるんだね。こんなの知らなかったな、テレコンバーター。すごいよな。腹減ったな。お腹が空いた。食べようかな。望遠レンズ欲しいな、やっぱ。何食べよう。であさんよ、あれマジ？あれまずいって何？ どれだよ。あれって何？ではお疲れ。所詮肉まん。肉まん？ああ、肉まんいいね。肉まんいいな。肉まん食べようかな。肉まん、どこが美味しい？セブンイレブンかな。なんか豚まんみたいな、中華まんみたいなの嫌いなんだよね。山崎パンの肉まんってどこで売ってるかね。お疲れ。あれマジが気になるからやめて、そういうの。何あれマジって。何あれ。サメちゃんのツイッター？いや、俺、携帯で配信してるから。てか、鮫島さんにブロックされてるから、多分ツイッター見れないよ。てか、別に嫌よで書く必要なんかないでしょ。
そのあれあれ鮫島さんのツイッターが分かんないわ。レアさん、はずみちのタレコミが載ってるんだが。タレコミなんかしてないよ。昨日電話かかってきたけどね、キャスバーいるときに。俺と青山どっち取るんだ、俺をセコンドにしろとか言われた。ローソンがうまいんだ。なんかや、なんかジャンクな肉まん食べたいな。ジャンクな肉まんにしよう。肉まん3つぐらい食おう。今食べないと走れないよな。それ系なんかすげえめんどくさかったよ。いつも言いますブロック解除してって言ったんだけど、なんか青山をセコンドから下ろしたらなんかブロック解除してやるとか言われた。あーまあ俺ね、ピザマンってまずいと思ってたんだよ昔。ピザマン食うやつって頭悪いやつだと思ってたんだけど、うまいな。ピザマンをディスってごめんなさいだよな。ピザマンうまいよ。なんだろうねあれ、ピザマンうまい。俺ピザマン食うやつってほんとバカだって言ってたから、なんか申し訳ないことしたなと思って。あ、こんなうまいもんだったんだと思って。ただ未だに許せないのはカレーマンとか豚マンとか。謝った方がいいな。いや、やっぱ知らないでディスるのはダメだね。食べたらめちゃめちゃうまかった。ピザマンうまい。なんかさ、横浜の中華街の肉まんとか俺全然うまいと思わないの。豚まんっていうの、中華まんっていうの。さすがですね。レアさん、かずみち、最低なこと言った。いや、ピザマンにも謝らないといけないし、ピザマンを食べてた同級生に謝りたいね。成田の井上くんに謝りに行こう。井上ごめんなって、ピザマンめっちゃうまいわって。何って、何15年ぶりに会っていきなりなんだよ。いや、ピザマンの件で本当に謝りたくて。いや、ずぶ濡れじゃん窓、なんで雨の日な、何12年ぶりに。いや井上本当に、いやもう本当に小学3年生の頃覚えてる、覚えてねえわっつって。何の件だよっつって。いやお前ピザマン食ったら知らない知らないみたいな。そうだね、あ、いいよ、めんどくさいから。イラッとするっていうか、うまくない、その俺あのなんつうの、コンビニで売ってるあれがうまいじゃん、わかる、あの生地っていうのに、あのなんだろう、タケノコが入って肉が入ってなんか甘辛い醤油ベースのあれが好きなの。よだれ出てきた。肉まん食べるね、ありがとうね。肉まん食べよう、いいチョイスだね、最高だね。あーでもこの時間肉まんやってなかったりするんだよな。うわー、なんかコンビニ行って、ちなみにカレーマンもうまいから。いやー、ないわ、カレーマンとか一生食わないわ、ない、絶対まずい。カレーはカレーライスが一番美味しいの。カレーパンもまずいんだよ、カレーうどんもまずいんだよ。なんでカレーライスとかカレーって美味しいものがあるのにまずくするんだよ。もうそれ許せないんだよ。いやいや、はいはい、出た出た、俺はもうカレーマンとか認めないから。一生食わないし、あんなの食うやつ頭悪いやつだから。バカが食うんだよカレーマンとか。カレーマン食ってるやつとは友達になれない。レアさん、お前また言っちゃったね。なんだよ、カレーマン食うやつとかバカだろ。作ったやつもバカだよ。
売ってる方もバカだよ、買う方もバカだよ。食わない、絶対食わない、絶対食わない、一生食うことはないね、カレーマンはないです、食べません。どうしよう、スーパーに行って買おうかな、肉まん。うるさい、突っかかってくんな、マウンティングすんなよ。うるせえよバーガー、カレーマン一生食ってろ、バカみたいにアホずらして、カレーマンください。店員もバカだなと思ってるから、あーアホな客来たわって、カレーマン頼むババア来たわっつって、カレーマン一つくださいっつって、あーアホだあいつって思われて、後ろに並んでる客もうわーこいつアホだ、このババアアホだわと思って、うわカレーマンだって超ウケるって言われて、女子高生に、あのババアカレーマン頼んでるよ超ウケるっつって、マジないわっつって、超ウケるんですけどっつって、マジマンジーっつって、カレーマン食ってろよ、バカなんだな。千葉スタイルさん、初見さん、いらっしゃい。肉まん買いに行こうかな、じゃあ。え、ローソンはどこのメーカーなんだろう。じゃあ、あの山崎パンの肉まんだよ。あの雑な肉まん食べたいんだよね。いや食べないって、俺カレーマンは一生食わないんだって。しつこいな、ブロックするよ。やめてよもうカレーマンの話は、食べないっつったら食べない。レアさん、これは企画だ。レアさんは、山崎パン、山崎パン、あ、ローソン、じゃローソンだな。でもアンマンは井村屋なんだよ。千葉スタイルさんは、ド監督最近ブロックあんまりしないよね。あんまりしないかな、ていうかまあコメントスルーするようになったから、なんか、最近ブロックしないね。なんかそのお金稼ごうって思わなくなったら、なんかどうでもよくなったんだよ本当に。だってここ3週間ぐらい金の話してないでしょ。もう本当にやめたんだよね。結構ね、腹くくったらすっきりする方だから、もういいやと思って、2年間食わせてもらったからいい思いしたわと思って、なんかもうねいいの、貧乏を楽しむって決めたから。レアさん、虫はやめようよ。和道さん、え、虫？ YouTuber が食いつきそう、何虫、あ、虫、うん、いや食べ比べって言われてもね、全部食べるだけでしょ。難しくねえかその企画。俺あれやりたいんだよね、ガキツクのさ、この一口に命をかけろチキチキってやつやりたいんだけど、マヨネーズ選手権みたいなのとかあるじゃん、あの企画すげえ好きだから、あれやってみたいんだよね。あれ面白くない？あれ子供の頃つまんない外れ企画だと思ってたんだけど、大人になったらあのダラダラ見るのが面白いんだよね、あれを。わかる？外れ会じゃなかった。俺にファンなんているの？俺さすげえムカついたんだけど、今日なんかヒカルくんとなんか配信者とかリスナーさんがすげえ集まってて飲んだら、なんか
ババアが奥に座ってるババアが俺のこと嫌いとか言い出して、でなんか周りの人が男の人がフォロー入れてくれたんだけど、なんで嫌いなのって言ったら顔が嫌いとか言われて、はぁとか思って、なんだあのババア、ほんとふざけんじゃねえよ、すげえムカついた、憎んだくんな、嫌いで結構だわ、二度とくんな、バークソババア、本当に感じ悪いよね、リアルで言われたかんね、俺会ったこともないやつなんだよ、本当にクソババアだよ、本当クソババアだよ、クソババア、なんで俺会ったこともないやつに嫌いとか言われないといけないんだよな、しかもリアルで言われたんだよ、目の前で、クソババア、本当に失礼だよな、本当なんだよ、顔が嫌いってどういうことだよ、顔が嫌いってどういうことだよな、クソババア、本当殺意湧くわ、いやっていうか面倒向かって言う、そういうことひどいよね、いやもう頭きたからステッカー1500円分売りつけてやったよ頭きたと思って1500円かっぱいでやったよ、そのババアから腹立つわ、ヒカルくんがステッカー売り始めたから便乗してやったよそう、世の中には俺のこと嫌いなババアがいるんだな、ムカつくわ、いいババア、ワルーバーだよ、ワルーバー、肉まん買いに行くか、じゃあ嫌いだったよ、うるせえよババ、コンビニ行こう、レアさんにはピザマンだよ、ピザマン、肉まんの気分なんだけど、肉まんとあんまんとピザマンにするじゃん、でもあんまんは井村屋なんだよな、もうこれはね鉄板なんだよ、あんまんは井村屋なんだよ、で山崎パンは肉まんなんだよ、ピザまんはあんまりこだわりないな、まあいいや、でもねいろんなメーカーの肉まん企画は面白いかもね、全部食べ比べしよう、肉まんだけ買い、ピザまんだけ買いとかね、俺違うんだよね、あの偏食で、多分ね発達障害だからなんだろうけど、ずっと同じものをずっと食い続ける癖があるのだから、である日ピタッと、ある日ピタッと食べれなくなるの、俺ね子供の頃それに気づいたのが、もう天丼なの、もうどこに行っても天丼食べたい天丼食べたいって、死ぬほど天丼食ったの、もうずっと天丼食ってるの、どこ行ってもまたお前天丼みたいになってるので、ある日ピタッと吐き気がするぐらい天丼、もうなんつうの、もう一生分食ったみたいな、ううえみたいになっちゃって、今は食べられるんだけど天丼で、第2回は何だったかというと、フィレオフィッシュバーガーだったのずーっとマクドナルド行ったらフィレオフィッシュバーガーしか頼まなかったのね。でもある日中学1年生ぐらいの時にピタッと、何これクソまずいじゃんってなって全然美味しくないと思って本当ね、そういうで、あと親子丼とかなんかね偏ってるんだよね、食うのがずーっと同じもの食える人の、
ずっとで飽きるの、ある日ピタッと。俺ちょっと引かないでもらいたいんだけど、これマジの話なんだけど、俺6食3日分の飯言おうか全部寿司なんだよ引くだろ、6食全部寿司だかんねやばいだろ。回転寿司行って、スーパーに行って海鮮丼買って、また回転寿司行ってみたいな。なんかね、偏ってんだよね、ほんとずっと同じもん食べたい。まあ光くんひどかったけど、寿司屋に行って縁側18皿食べたな病気だろうと思ったけど、さすがにそれはないわと思ったけど、楽といえば楽。うん、よいしょ。辛いラーメン1週間俺だからね、セックスもそうなんだよね。ほんとね、いろんな人とセックスしたいっていうタイプじゃなくて、一人の女性をずっと掘り下げたいタイプの何の話だよそれは知らんわって感じだよ。なんかね、あんまりね、そのなんかワンナイトでセックスしたいってなくて、ずっといじり倒したいの、好きな人。これわかる。だからね、なんかワンチャン狙うみたいな発想があんまないんだよね。いや俺結構セックスの話結構するよ、昼間とかもしてるよ。なんだろうね、なんでセックスの話するんだろうね、誰も興味ないのにね。なんなんだろう、なんか性の話って面白くない。 Wi-Fi に切り替えます。つねえかな。繋がったら繋がったって書いて Wi-Fi 切り替えました。なんかね、面白いっていうか、食事の話とかそのと同じジャンルだと思ってて、なんかむしろ俺セックスよりも食事の話の方が、ありがとう、汚いと思ってて、なんだろう、別になんかタブーでもなんでもないじゃんっていう。だって男と女がいたらやることなんか一個しかないでしょみたいな。なんか俺童貞に気を使ったりとかしないから。多分あれだよね、童貞に気使ってみんなセックスはタブーになってるんだと思うんだよ。何十回しないその人の気持ちは、いやいや何十回、3回で分かるな3回でいい、俺は3回だね。何十回もいらない、俺長いから前期2時間する男だからめんどくさいセックスするから。だからね、俺ねセックスするときすごい気を使うのが、ラブホテルが嫌いなの俺、前期長いのそう、すげえ長いの、そう、俺はセックスレスなんかね、なんか限られた時間が嫌なの、すげえ嫌なの。そのなんかゆっくり寝たいし、だから何つうんだろう、24時間コースみたいなのがいいんだよ。24時間じゃ足んないな、32時間コースがいいな。俺ラブホテル延長絶対するもんね。なぜならのんちゃんがペロペロしてくれないから。そうそうそう、
あでもね俺ね人生で一回もセフレって言ったことないかもしれない。だからセックスフレンドっていう概念が分かんないんだよね。セフレってみんないたことある？セフレって何なの？どうやってできるの？でどこをどうやってセフレになろうよってなるの？よく分かんないんだよねセフレって。セックスするぐらい親密な関係なのにフレンドなんだよ。よく分かんなくない？あるんだ。旦那が聞いてないか大丈夫か？旦那傷つくぞお前。男って意外と繊細だからダメだよセフレ。やだな。え、それは何？セフレになろうよってどちらかが持ちかけるの？わかんねえな。でもなんかすごい嫌な関係じゃない？人間関係として。なんか微妙、スパーリングパートナーみたいな感じ、ボクシングでいうところの。わかんないけど。何なんだろう。俺10代の頃一回ワンナイトラブあったけど、翌日にカナダに行く女の子とセックスしたことあるわ。その子が明け方タバコ吸いながらセックスが終わった後に何て言ったかっつったら、私何やってんだろうって言ってから、すげえ面白かった。本当だねっつって、その子はそのままカナダ行った。面白かったなあれは。デートしなきゃセフレ？あーデートね。すげえ遠い目を見てたよね。遠い目を見ながら明け方タバコを吸いながら、私何やってんだろう、カナダの方向を見てたんだろうね多分。ローソン、てかこの時間コンビニやってねえと思うんだよな。やってんのかな。あ、ない。くっそ、やっぱりないわ。ほら言ったじゃん、絶対このパターンだと思った。夜中はないんだよ肉まん。いやもう絶対このパターンだって思った。もうどうすんのこれ、肉まん食べたくなって。どうすりゃいいんだよこの感じ。うわ最悪だわ。最悪だわ。いやないでしょ。どうする？スーパー行ったらあるかな。うわー肉まんマジかよ。いや寒いって。めっちゃ寒いよ。帰ったらダメなの肉まん。スーパー行くかじゃあ。いやカレーまんは食べない。おーカオスお疲れ。バガありがとう。どうすっかな。スーパー行く？スーパー行くか。セブンイレブンの肉まんってどうだったっけ？一応セブンイレブン覗く？セブンイレブン覗く？あるかどうか。なんかセブンはありそうなんだよな。なんかセブンのマニュアル的には肉まん切らすなみたいな。セブンアンダイホールディングス、ちょっと覗いてみるか。あ、あるあるある。うわ怖い怖い怖い。やっぱあるわ。
セブンイレブンはあるわ。え、妥協する、どうする。うわー難しい、これは難しい、これは難しい。セブンイレブンはやっぱあるんだよ。すごくない？ちょっと引いたもん俺。セブンで買う？それともどうする？どう思う？妥協して、なんか俺セブンの肉まんって中華まん寄りだったような。中村屋か、セブンイレブン。冷凍シュークリームと肉まん、ダメ？ダメって言われたな。うーん、山崎パンの肉まんが食べたいからスーパー行こうじゃ。中村屋なんだセブンは。なんか渋いね。井村屋はザ・ファミリーマートってこと？山崎パンがローソンで、井村屋がファミリーマートで、中村屋がセブンか。じゃあミニストップなんなんだよな。ミニストップはな、どうなんだ。あー、ファミリーマートもある。え、ファミリーマートはちなみにどこ？ファミマあるよ、肉まん。うわー面白いな。っていうことはだよ、逆転の発想でローソンのやっぱ山崎パンの肉まんが一番うまいってことでしょ。え、肉まん売ってくれんの？え、何それ、作ってっていうの、それとも冷凍のやつをくれるの？え、どういうこと、どういうこと、何その裏技。え、そうだよね、そうだよね、作ってくれるってこと。え、どういうシステムか分かんなくなってきた。まあいいや、もうスーパーまで来ちゃったから。へえ、知らなかった。33年生きてるけどそのシステム知らなかった。マクドナルドでもいいんだけどな、この流れは肉まんだよな。ありがとう、勉強になった。なんか DNA が二重らせん構造だったことを初めて知った時みたいな感覚だわ。あ、そうなんだ、 DNA って二重らせん構造なんだと同じぐらいの驚きだよ。あ、肉まんって店員さんに頼んだら作ってくれるんだって。ファミマ井村屋なんだ。ポーカーありがとうまだ残ってるんかい、ポーカー。男が画面に映ってますか、皆さん。竹野内豊もしくは金城武史にそっくりな男が画面に映ってたら教えてください。電波切り替えました。配信切れちゃうかな。 LTE にしました。竹野内豊映ってますか、皆さん。あんまん嫌いなんだ俺、大好きだわいいえってなんだいいえ映ってませんけど何か。あ、そうなんだ、残念。じゃあ何が映ってるんだよな、バグってるんだ誰の顔面がバグってるんだよ、お前ひどいだろそれ。なんだその言い方、誰の顔がバグだよ、ふざけんな。寒いな。さて、肉まんは手に入るでしょうか。朝5時だね。いや変な時間に起きちゃったんだよね。なんかみやびがさ、なんかキャスバーでひかるくんと仕事の話してたらさ、なんかみやびが乗り込んできて慣れ慣れしく話しかけてきたから、すげえイライラしちゃって3時間ぐらいで目覚めちゃって、2時間ぐらいか。
ほんと俺デリカシーのないやつ大嫌いなんだよね。なんであんなずぶといの。ありがとう花火ありがとうね。もうずぶといやつ大嫌いだ。え、なんで開いてないの。なんで開かないの。開いた。